試しに米を念じながら桑を振るったら稲が生えてきた。田んぼを作ります。よっほい。普通の畑と変わらないような。まだまだこれからだ。池？あ、わかりました。お魚を飼うんですね。さあ、ここからはリアたちも手伝ってもらうぞ。ぬるぬるです。じゃあ手分けしてこの苗を植えていくぞ。田植えは順調に進んだ。やはり水田でも万能農具のおかげなのか。おかげであっという間に終わってしまった。これがその田んぼで育てた作物なのね。この後はどうするんですか？脱穀だ。脱穀？次はふるいにかけて葉っぱやわらくずを取り除いて、臼でもみ殻をそぎ落とし、絹でついてぬかを取り除く。今度こそ出来上がり？魔法で火をつけてくれないか？ええ、いいわよ。ようやく大賢者ルールーシー様の出番ね。コッパみじんにしてあげ。おお、と。おいしいです。頑張って働いた甲斐がありました。おいしい？まあ好評みたいだし、頑張ってまた作るとするか。